はい。改めまして、皆さんおはようございます。えー、だいぶですね、もう暖かくて、も暑くなっているぐらいですけども、えー、今日はですね、あの、内容としてはですね、非常に暑い、えー、暑いんですよ。何が暑いかって、あの、左の上のハワイレポートも、まあ、暑いと、<laughs> まあ暑いんですけどね、あの、すいません、ちょっとですね、あの、ハワイレポート付きというのと、準教者第一号でもなんかもう、重いテーマとですね、 なんかあの、ハワイアンみたいな感じで、なんかあの、あの、ギャップが大変なんですけども、まあ、あの、順番にですね、えー、この人の働きを見ていますので、えー、ま、一緒に考えることができたらなというふうに思います。あのー、まあ、ね、今日はあの、おまあ、殉教者、まあ、えー、このイエス様をですね、明かしするために、えー、この命をかけたという人がですね、もうこれ数えきれないぐらい、まあ、いるんですけども、その第、 一号なんですね。まあ、あのちなみに、えー、この、まあ、自分の信念のために命をかける、まあ。いわゆる殉教するというのは、えー、これをユダヤ人から始まったというふうに、まあ、言われてるんですね。で、えー、その前にも、 え、このイエスが来られる前からもですね、え、この神様のために命をこの捨てたというか命をかけてメッセージを語っていったという、いわゆる預言者といわれる人たちが、まあ、たくさん、まあ、いるんですけども、ここでいう殉教者というのは、このイエスを救い主として、そして、明かししたり、また、そのメッセージをすることによって、まあ、命を失ったという、まあ、そういう人の第一号。 え、これ、ステパノという人なんですけども、まあ、その人の最後が出てくるのが今日、死との働きの7章の後半になります。はい。え、ということで、えー、まあ、でもですね、この4月の最初、まあ、ハワイは1週間だったんですけども、このハワイの方にですね、え、この、泳ぎに行ったんじゃありませんからね。はい。えー、あんまり黒くなってないでしょ。 はい。ちょっとあの、黒くなってみんなからね、何しいった言われたら、まずいなと思いながらしっかりですね、えー、やったのもありますけれども、えー、ね、このハワイには、えー、この、まあ、福音をですね、えー、伝える、その働きのデスデイのために行きました。はい。最初に見るのは、えー、福音電波の先駆け、えー、ということで、えー、この今私たちが聞いている福音、え、良い訪れ、良いニュース、 というのは、え、これ、イエス様のことについては、今から2000年前、このイスラエルという地から、ま、全世界に、ま、広がっていったわけですね。そして今、私たちがこの場所でも、ま、聞いているということなんですけども、まあ、全世界ですから、ですから、まあ、もう世界中なんですね。で、今日も、今から少しお話しする、このハワイにつきましてもね、え、このハワイにも、この福音が伝えられて、まあ、クリスチャンが、まあ、アメリカですからね、 たくさん、あの、いるんですね。さあ、パウロという人が、こんな風に、えー、ローマ人の手紙の中で書いてます。ローマ人の手紙の一章の15節、16節。ですから、私としては、ローマにいるあなた方にも、ぜひ、福音を伝えたいのです。わか、私は、福音を恥じとはしません。福音は、ユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす、神の力です。 とありますように、このパウ、これを書いたのはパウロという人ですが、ここで、えー、まあ、まあ、イスラエルからね、それからまあ、ローマってかなり離れてますよね。えー、そちらの方、えー、この、ローマにいるあなたたちにも、この福音をね、伝えたいんだと。いうふうに、目は、もう距離超えてですね。まあ、今時間は超えてます。これから2000年経ちましたから。時間を超えてますけども、距離超えても、この福音をぜひ伝えたい。 この福音というのは、す、え、べ、ー、ての人、えー、ユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべての人を救う神の力だ。神の力が示されてるんだ。ということなんですね。さて、えー、このハワイはですね、ハワイって言ったら皆さん何を思い浮かべるでしょうか、えー、私はですね、えーまあ、今はそんなことないんですけども、まあ、以前ね、このハワイって聞いたらもう、昔ね、 アップダウンクイズっていうのがありましてね。知らんかなあの、10問連続で正解したかどうかわからないです。まあ、とにかくね、あの、全部正解したら、あの、ハワイ旅行がね、商品でって、うんうんって胸いてる方は、まあ、それなりの年代の方なんですけども、あのー、まあ、そういうのがあってね、もうとにかくハワイってもう難しいやろうな。行くの大変やろなと。一生の間に一回行けるんかなというような、まあ、幼い頃は、えー、思ってましたね。 で、ハワイといえば、皆さん何を思い浮かべるでしょうかまあ、そうですね。えーまあ、真珠湾攻撃っていうのがありましたね。1941年ですけども、まあ、いわ太平洋戦争が、えー、勃発した、その大きな、まあ、事件ですけども、えー、その真珠湾というのが、まあ、あるところ、ね。これがハワイのオワフ島というところですけど、まあ、よくあの、ピンとくるのは、えー、ワイキキビーチでね。 で、あのー、綺麗な、こう、海辺でね、多くの人が、まあ、リゾートしてるみたいなね。で、その写真ね、ないんですよ。<laughs> で、ないでその、ワイキビーチって私ね、あの、実は、あの、今回で4回目なんですけども、あの、1回しか行ったことないんですね。それもなんか、あんまり天気が良くなくて、ちょっと寒くて、泳ごうという気持ち全然しなくてですね、なんでこんなところに観光客を押し寄せるのかなって、あの、思ったぐらいの、まあ、そんな印象なので、写真ないんです。 でないので、まあ、他から持ってくるのね、もういいかなと思って、あの、ワイキキビーチっていうのはですね、あの、向こう、あの、あそこにね、高層ビルが建ってるでしょう。ね。その向こうです。<laughs> その向こう <laughs>。で、有名なワイキキビーチの写真見ますとね、綺麗なビーチの奥に高層ビルがバーで建ってると思うんですね。海辺の向こうですよ。で、そのね、真反対から見てるような感じですね。えー、街中があって、 高層ビルがあって、その向こうにワイキビーチがあると。え、いうことで、えー、こんな景色やったらどこでもありそうなんですけども。まあいいでしょう。はい。ということで、えー、このところはですね、どうして行ったかと言いますと、その、えー、このね、右隣、まあずっとね、この景色から右の方に行きますと、いわゆる真珠湾が見えるんですね。で、この写真はちょっとまた違う角度から撮ったんですけども、えー、この奥の方に、向こうの方に見える、 え、川のように見えるんですけども、これ川じゃなくて、えー、真珠湾なんですね。えー、もうちょっと大きくかな。はい、こんな感じですね。で、真ん中にですね、えー、わかりますかね。あのー、島みたいなのがあるんですよね。これがね、あのー、まあ、真珠湾の有名な写真で、真ん中にね、こう、島があるんですけども、えー、まあ、これがね、典型的な、あの、真珠湾、えー、なんですね。で、まあ、ここからは、 ま、いつも私たちが夜よ,よく見る真珠湾のよりも反対側からあの撮ってるんですけどね。えー、この真珠湾のことを、パールハーバーと言いますね。パールハーバー。パールハーバーじゃないですよ。パールハーバーと言いますけども、え、パールというのはこれ真珠という意味です。ね、えー、そして、この、まあ、それにちなんだかどうかわかりませんけども、えー、私がですね、行った集会というのは、 えー、パール、ポールシティ、ね、真珠市っていうところにある、えー、オーシャンビュー集会っていうですね、オーシャンビューって言ったら海が見える集会と。もう名前めっちゃくちゃいいですよね。あの、パール集会、パールシティ集会じゃないんですね。オーシャンビュー集会。まあ、ここはね、東住吉集会って全然なんかあの、あの、行きたいなと思う、<laughs> ま、思ったらいいんですけど、そのオーシャンビューって言ったら海が見えるっていうね、まあ、要はね、 ここまでは見えませんけども、こんな感じで、えー、オーシャンビュー、ね、海が見えるという集会なんですね。で、その集会は、えー、こんな感じで、えー、集会場自体はこういう、えー、まぁ、あ、建物自体はね、そんなに新しくいないんです。昔、えー、老人ホームだった、えー、ところを、えー、この、買い取ったというふうに聞きましたが、この、えー、集会ですね、えー、1階がこのメインの、このような、 集会をする場所で、で、2階はですね、まあ、多目的室みたいになってるんですけども、えー、2階の様子をご覧いただきましょう。ね。はい。ということでね、礼、え、礼、ー、をしてますよね。まあ、これは、あの、行ったら必ず、の、礼をね、あの、してくれるんです。はい。で、このね、2階向こうに卓球台もありますけども、まあ、こういうところで、まあ、いろいろなね、イベントをするんですけれども、えー、今回ですね、このところで、 えー、皆さんにね、ぜひ、この福音を聞いていただきたいということで、まあ、普段は、この毎週やってるのはこういうね、まあ、チェスをしながら若者たちと交流するという、そういうのをやってるんですけれども、で、ここをですね、ちょっとこう模様替えをしましてね、で、ぜひ日本の人に来てもらおうということで、あのー、招待してる人はね、みんな日本人です。で、 ほとんどが、この外、まあ、いわゆる日系のアメリカ人の、ですから顔はね、かなり日本人に似てるんですけども、日系のアメリカ人のご主人を持つ、えー、夫人の方、ね、リィースが、えー、お招きしたんですね。来てくださいと、えいうことだったんですね。で、そういう方にね、まあ、どのふうにしたら、あの、来やすくなるかな、ということで、まあ、ネーミングはですね、ある、 姉妹のクリスチャンの女性の方がネーミングをですね、ゴスペルジャヤっていうね、名前にしたみたいなんですね。で、このゴスペルジャヤで、えー、まあね、あの、まあ、メッセンジャーも紹介され、私ね、紹介されてますけどね、どちらか言えばね、皆さんの目に留まるのはね、手作りの和風デザート。美味しく、緑茶やほうじ茶でくつろぎのひとときをって書いて、 多分これに釣られたんだと思いますけども、えー、まあ、たくさんのね、方が来てくださいました。そしてこのゴスペルジャヤにするためにですね、えー、そちらのお姉妹たちがですね、こう、だんだんね、デコレートしていくわけですね。これ、デコレートしている途中ですけども、そして、まあ、こんな感情にね、なりましてね。そして、えー、はい、人たちが集まるようになりました。そして、この、 これはゴスペルジャーをやってる様子なんですけども、手前にですね、この本当に日本みたいな様子ね。あの皆さんこんなんあのしたらどうですかえー、来ますかね、あの、どら焼きを作ったんですよ。どら焼きをね。わらび餅も作りましたね。そしたらね、あの、大喜びしてましたね。やっぱりあの、 レディースの方々はそういうものに目がないっていうかですね。目が、あの、まあ、メッセージ一時間したんですけどね。メッセージ、まあ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 、波ですよ、顔はね。それが終わってさ、さじゃあ今から、あの、お菓子などとか、など目がだんだん輝きましてねで。食べる時の感想はね、メッセージの感想よりもはるかになんかこう、生き生きしてるみたいな。美味しいですねでもなんか、感想はほとんどなんか、美味しかったとかね、珍しかったとかそういうのばっかりでしたけども。はい、この、 おデザートというか食べ物を、ね、え取ってるところなんですけどね。まあ、あの、そういうふうにして、えー、なんとかですね、このゴスペルを、福音を、えー、皆さんに聞いていただきたいという、えー、リディースのークリスチャンの方の、まあ、熱い思いで実現しました、えー。実はこの集会のね、このオーシャンビュー集会からは、あの、実はそういう姉妹二人しかいないんですよ。 で、他の隣の集会から二人、やはり、えー、女性の方、クリスチャンの方が、まあ、合計四人の人がね、えー、この協力して、えー、こういうね、えー、この企画をしたということで、まあ、ここなんかはね、東名地さんかたくさんの、えー、レディスのね、このスタッフの方いらっしゃいますけど、まあ、四人でね、えー、本当に古軍奮闘していました。はい、本当に守られて、祝福されて感謝でしたけれども、まあ、こんな風にね、あのー、まあ、えー、私たちはですね、 何とかこの福音をですね、皆さんにお届けしたい、知ってほしいというふうに、まあ、いろいろね、あの手この手を、まあ、考えてるわけですね。さあ、えー、まあもうちょっと、このハワイらしい、ハワイらしいね、このレディースの方ですからね、どんなのか、あの、うはね、興味あるかなと思って、えー、パイナップルのね、農場に行ったんですよ。ね、あこれ全然接種と関係ないですよ。 あの、パイナップルの農場に行ったんですけどね。あの、ドールってわかりますドールっていうね、会社があるんです。こ,こんなのね、これね。で、今度、パイナップル見てください。そう売ってる、大体、ドールのシールついてますわ。ドールってね。で、このドールって人の名前だっていうことがあの、初めてわか、私わかりました。このドールさんが、 え、ハワイに行って、この、えー、アルカリのね、土壌であること、ミネラルのたっぷり入った土壌であることが分かって、ここはね、パイナップルに非常に適してるというのが分かって、そしてそこで農,農園をね、開いて、もうあっという間にね、まあ有名になったということで、えー、パイナップル農園があるんですけどね、このパイナップル農園に、この、こんなのありました。ね、パイナップル。でも真ん中パイナップルあるでしょ。 あっちょもうちょっと置きましょう。こんな感じ。で、これ見たときね。え、パイナップルってどうやってできるんかいなと。なんかこれパイナップル型の串刺し、串をですね、上から普通の雑草にグサって刺してるように見えませんかこんな感じ。ねでも実際パイナップルでこうやってできるんですって。ちょっと衝撃でした。 そういえば、パイナップルの下ね、ここね、ここ、あのー、なんか、切れてますよね。切れてますわ。で、そこにこういう、いわゆる茎みたいなのがあって、で、なんか、なんか、ニョキニョキっていう感じで <laughs>、あの、パイナップルってできてるということで、あのー、はい、これはですね、えー、ちょっとびっくりしましたね。で、そこにはですね、パイナップルの切り方みたいな、 あの、実演してくれてるんですよ。パイナップルで皆さん正しい切り方というか美味しい切り方があるんですけども、まあ知りたかったらかなりに聞いてくださいね。えー、実演してくれてるんです。ね。で、パイナップルってね、切った後、水で洗ってますかあの、切った後に水で洗う果物って、あの、リンゴのね、アクを取るために塩水につけるってのは聞いたことありますけど、 洗った後に、洗って切った後にね、ま、た水で洗うみたいな。これね、アクを取るらしいんですね。アクを取ると、あの、スッキリするみたいな。まあ、そういうこともありましたが、まあ、これ、ハワイならではかなというふうに思いましたね。はい、あとですね、これはべ、別にアメリカに限りませんけども、ええ、まあね、ええ、異国に行きますとね、この日本での生活ということがちょっとこう、考え直させられるというか、 考えさせられるというか、例えばね、この果物、一番手前。これ、有名ですかこの一番下のあ、これ全部同じもんですけども。これ何ですかえデコポンって、デコポンって有名ですよね。これあのー、そんなに前じゃない、多分20年か30年前ぐらいじゃないから、あのー、ちょっとはっきりわかりませんけど、多分品種改良されて、 この、ここの辺がね、ベコって、ボコって出てるからデコポンなんですけど、これだってこのね、ここの表示見たら、デコポンって書いてるから。デコポンシトラスって書いてますからね。デコポンね。デコポンなんと、4ドルです。3.99ドル。で、3.99ドル見たらね、530円これ。1個ですよ。1個530円ってもう、皆さんデコポン買ったらね、もう、 私はこんな高級ルフルーツを今食べてるんだと。まあもともとね、デコボン高いですよ。デコボン高くて、最近はだんだん安くなってますけど、ハワイで買ったら1個500円超える。ね。やっぱところ変わったらね、そういうなんか価値観といいますか、えー、違うんですね。とか、上に並んでるのは、カルピスウォーターじゃなくて、 これね、カルピコって言うんです。中身はカルピスウォーターというか、あの、カルピスウォーター、あの、アイカルピスなんですけど、で、向こうではね、カルピスウォーターとか言わないんです。カルピコって言うんです。で、なんでやってみたらね、カルピスっていうのは、あの、カルピスって英語で書いたね、L だからカルピス。カルピスって言うんですよ。で、カルピスって言ったら、 欧米の人たちはね、牛のおしっこと聞こえるそうです。牛のおしっこに聞こえるから、これは製品にならんということで、最初からカルピコという商品名で売ってました。で、このカルピコね、これ、これ 500ml と思いますけども、これがね、265円です。ねこれ自動販売機で150円で売ってるでしょで、普通のスーパーで行ったらね、 100円ちょっとで売ってますけど、ハワイで買ったら265円ですよ、1本。これだからハワイの人が大好きなこれが人がですね、もう日本に来るたびにこれをガラッと買って持って帰ると言ってたぐらいですから。で、まあこれは知ってました。でもね、今回びっくりしたのは、その同じ棚にですね、多いお茶が乗ってるんですよ。多いお茶。いわゆるお茶ね。今はあの日本では水とかお茶の方がたくさん売れます。 いわゆる炭酸飲料よりもね。で、これですね、多いお茶ね、2.92ドルだから390円ですよ。500ミリリットルで。こんなんあの、80円で売ってるのにね。8円で100本ぐらい買ってハワイ行って露店で売ったらね、<laughs> いいなとちょっと思ったぐらい、これね、一番安いと言われるスーパー、ね。 スーパー。まあ、あの、日本では、日本ではっていうか、コストコみたいな、ああいうところのスーパーで、500ml は400円近いというね、まあ、そういうところに、ね、私たちは、あの、ね、そういう、まあ、物価こういうところね。ですから、あの、普段ですね、こんなのも普通に飲んだりとか、普通に使ったりとか、 まあそういう日本では安いけどもアメリカでは高いものもあればアメリカでは安いけど日本では高いものもいろいろあるでしょう。いわゆるね、そういうものっていうのはちょっと外出てみないと、あ、わかんないなっていうものっていうのは、まあたくさんありますね。さて、この福音というのはですね、まあ私たちはある意味で毎週聞いてるったりとか、まああのね、似たような話だからっていうであまりあの、ピンとこなくなってる人もいるかもしれませんけども、 ま、あるとこ行けばね、もうこの福音を聞くためにということで、この福音を知りたいということで、もう本当に犠牲を払って、えー、この、聞こうとしている人たちも、実は、いるということなんですね。前もお話ししたかもしれませんけれども、まあ、ウクライナ、今、戦争が行われているウクライナでは、あのー、まあ、実はロシア正教という、いわゆる、 そういう宗教を多くの人が信じているとは言われていますけれども、実際にね、この福音の意味をはっきりわかっている人って本当に非常に少ないというふうに言われているんですね。パーセンテージでは人は、えー、この、まあ、いわゆるプロテスタントの人たちは2%ぐらいというふうに言われてますので、本当に少ないんですね。で、彼らがもう一度この状況の中で聖書を非常に求めているっていうことも、あの、聞いたことがありますね。 ということで、まあ、ところを変われば品変わるじゃないですけども、価値観もね、本当に大きく違うんだということをちょっと考えさせられました。はい。ということで、えハウヤはね、ここまでです。いいですかはい。じゃあ次行きます。ステパノのメッセージに行きます。 さあ、ステパノがこの福音を語りましたけども、この、ここの7章のね、後半出てくる福音のメッセージっていうのは、私たちが聞いてるのとね、ちょっと違いますね。ちょっとこう観点が違うと言いますか、アプローチが違うと言いますか、えー、ある意味でね、非常にちょっと厳しい言葉でもあります。ちょっと一緒に。 この7章の後半ぐらいから見ていきたいと思います。前回7章の前半でこういう言葉がありました。えー、まだこれは前半のところでしたけども、さて、神がアブラハムになされた約束の時が近づくに従いっていう言葉がありましたね。で、神様は私たちを本当にこの救うために、私たちの祝福だめ、全人類の祝福のために、 この大きなね、長い長期にわたる計画を持っておられた、立てられたというふうに書かれてあるんですね。どれぐらい前かというと、ここで書いてるアブラハムというのは、今から約4000年ぐらい前の人、3900年ぐらい前の人、とんでもない大昔の人なんですけども、でも、もうその時からすでに神様は私たちを祝福したいというふうに計画を持っていらっしゃったんだというんですね。 そして、約束の時が近づきました、ということで、バンバンバンともう飛んでいきます。もう前回ちょっとやりましたので。そして、今、今日考えるのは、モーセという人のことです。で、モーセというのは、40年、実はこれは彼はエジプトで、この育てられて、そしてあらゆる学問を教え込まれて、まあもうプリンス中のプリンスだったんですけども、 え、けれども、彼はユダヤ人でした。イスラエル人でした。そして彼は、まあお母さんから教えられていたんでしょうね。この神様のことをよく知ってて、そして神様がこのイスラエルの人たちを奴隷状態から救いたいと神様が願ってるということが分かってたので、彼は、よし、俺が取ろうということで立ち上がったんです。ところが、え、残念ながら人々は理解していなかったんですね。そして彼は、 えー、殺人者だとんでもない奴だということで、追われる身になって、この、まあ、市内のね、こう、まあ、南の方にですね、まあえー、逃れてたんですね。で、40年経ちました。だから、ここ40年経った時というのは、その40歳の時に、私が解放するんだって頑張ろうとしたんですけども、挫折して、えー、引きこもって、そして40年経ったという、要は80歳になってから。 で、80歳になってからですね、実は神がこのモーセに現れたというふうに書いてるんですね。で、神様はこのモーセに現れて何をしたかというと、あなたがこのイスラエルの人たちをエジプトからこの奴隷状態になっている彼らを引き出すように、あなたがリードしなさいというふうに、この言われたわけですね。まあ、けれども、えー、彼はですね、えー、まあ、そんな自信なかったんです。でも神様は、 言われました。私は、これは神のことです。私は、エジプトにいる、私の民の苦しみを確かに見た。また彼らのうめきを聞いた。だから彼らを救い出すために下ってきたのだ、と書いているように。皆さん、えー、聖書の神は、実は私たちのうめきとか叫びを聞いてると言います。見てると言います。 いや、見てるんやったらなんですぐ助けてくれないんだ、というふうに思うかもしれません。え、けれども、まあ、これはですね、まあ、聖書、あの、全体で言えることなんですけども、まあ、ある意味でね、はっきりわかりませんけども、あの、すぐ動く場合もあります。けれども、多くの場合は、実は神様はね、なんかこう、また、待つんですね。時間かかってるんですね。 で、この時も時間がかかりました。けれども、神は言うんですね。いや、私は見てると。聞いてると。だから私たちが、神がいるんだったらなんだよということをよく思いますけれども、けれども、そう私たちがつぶやいてる時でも、神は、その、見捨てるは見捨ててるわけじゃないと。見てるんだ。聞いてるんだ。というふうに言われるんですね。そして、 この、モーセは、まあ、その声に、まあ、一応応じてね、えー、イスラエルの民のところに、まあ、行ったわけですね。その時に、えー、まあ、モーセはですね、えー、イスラエルの民を、このエジプトから、連れ出して、そして、ナイザ算って、もうこれね、あの、どんどん言ってます。前も言いましたけ、ね、ど、この7章というのは、イスラエルの歴史をばーっと言ってる、やってるので、あの、はい。じっくり知りたかったら、まず7章を読んで、 それから、旧約聖書を読むと、あれよくわかると思いますね。そして、このモーセ率いるユダヤの民は、このね、イザ山というところの近くにいたときに、実は、モーセの実会と言われる神様から、いわゆる、この、まあ、立法をですね、与えられたんです。教えられたんです。で、これを守ることによって、これを参考にすることによって、あなた方は大いに守られたり、祝福されるよ、 ということを伝えられたわけですね。まあその後、えー、彼らは約束の地に入って、もうどんどん行きますよ。どんどん行きまして、そしてダビデの時代になります。ね、ダビデ、そしてこの47節にソロモンというのが出てきますけども、ダビデソロモンというのは、まあ今からで言えば3000年ぐらい前。ねえー、一番イスラエルの国が発展した時です。 特にソロモンの映画と言われるように非常に繁栄した時なんですけども、このソロモンが47節を見ると、ソロモンが神のために家を建てました。と書いてますね。ソロモンが神のために家を建てた。この神のために家というのが神殿のことです。神殿。さあ、ところがね、神殿は建てたんですけども、 聖書が、まあ、これもずっと前から言ってるところ、すっごい立派な神殿は建ったんですが、同じところにね、こんな言葉もあります。48節しかし、意高き方は、手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。と書いてあるように、え神様は、その神殿も、どれだけ立派な神殿を建ったとしても、 このそこにね、まあいわゆる住むんじゃないよと。それが全てじゃないよということを神様はもうずっと言ってたでしょうというんですね。例えば、まあここね、えー、教会です、ね。教会ですけども、そのここにね、神様がその臨在してましてね。で、ここに来たら神様に会えるっていうふうに、あのなんとなく日本人であれば、 なんかこういうね、そういう、おごそかなところって、あんまりここ、おごそかみたいに感じないかもしれませんけどね。えー、おごそかなところに行ったらなんかそういう、ありがたい方に会えるみたいな、そういうイメージを日本人は持ちがちですけども、聖書が言う神というのは、なんか立派な場所に、そこにですね、そこだけに臨在するという方じゃないんですね。この全地に満ちている、 どこにでもいらっしゃる。ですから私たちが家にいても、どんなとこにいてもね、この神様のこの臨在というか、神様がいらっしゃるということを味わうことができるよ、考えることができるよ、教会に行かなければ、えー、神に会うことができないではないんですね。で、これ、ね、えー、でもまあユダヤ人たちからしてみれば、すっごい荘厳な神殿を持ちましたから、まあここにね、神様の 人材があるというふうに強く思ってました。さあ、この時、ええー、これがね、まあ、いわゆる、これはあの、復元のモデルなんですけども、2000年前、こういう神殿が、その向こうに見える、ちっちゃい見えるのはこれ、普通の一般家屋なんですけども、この一般家屋のね、ところにこれエルサレムですよ、デーンとこの神殿が、えー、あったわけですね。で、この神殿の、 この近くで、このステパノは今、メッセージをしてるわけです。さあ、こんな神殿、立派な神殿があるけども、実は神様は、神殿がなければ、その臨在できないような方じゃないんだよ。全地に満ちてる方なんだよ。というふうに語りました。そして、ここがね、ここから、このステパノのね、まあ、あの、結論部分と言いますか、 うなじを固くする心と耳に割礼を受けてない人たち。あなた方はいつも精霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったように、あなた方もそうしているのです。と書いてあってね、非常にこれ攻めてるんですよ。でどういうことを責めてるかというと、あなた方は、このお、一番神様がね、伝えたい部分というところをね、 もう完全に無視してるどころか大きく勘違いしてますよということを言ってるんですね。うなじを固くするうなじが固いっていうのは要はね、この、なんていうかな、心固いなということです。精霊に逆らってるのは神様の霊。神様がいつもこの神の霊を用いて語ってることについてね、逆らってるけども、 実は、ずっとあなた方は逆らってますよね、みたいな感じで。で、えー、私たちはですね、あのー、まあ、聖書のね、話を聞いたときに、あの、こんなこと言われたことないでしょ。ね。カなですねって、まあ、こんなん言われたら、まあ、多分、次から来ませんわね。ねもう、何年来てるんですかとか言われないでしょ。ね。あの、もしかしたらそんな思われてるかもしれない。そう そんな風うに思わない方がいいと思いますね。私たちはね、もう喜んでもうお迎えしますけどね。でも、ステパノからすれば、あの、ユダヤ人というのはね、特別な祝福を受けてるんです。特別な祝福。だから、特別な祝福を受けてるにもかかわらず、あなた方いつまで固くならんですかいつまで逆らってるんですかで、その究極は何かというと、ね、これなんです。52節 あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうかえ彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。って書いてます。この正しい方って誰のことでしょうもう一回言いますよ。あなた方ね、いつも預言者をね、迫害してたじゃないですか。 で、その預言者っていうのは何言ってましたか正しい方が来られる。ということなんです。もう遥か前から神は人間を救う正しい方が来られるよっていうことを前もって預言者を通して告げていました。この前もって告げていた預言者をあなた方の先祖は殺してきたんでしょうと。そして今。ね、今。 あなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。そうです。イエスのことです、ね。目の前に、このつい先日まで、イエスという方がこの地上を歩まれて、大きな印を見せ、素晴らしいメッセージを語り、そして人々に、私こそこの神がこの使わすと約束された正しいものだっていうことをね、 あらゆることを通して証言したんです。ところが、このユダヤの人たちの多くは、このイエスをいらないと言ったんですね。寝たんだと言います。そして、こんな人が居続けたら私たちの地位が危ういと思った指導者たちもいました。そして最終的には、この正しい方を十字架につけて殺したんです。ね、これでやっと、もう、 泣き者にできたなって安心してたら、実はこのイエスが3日目に蘇ったということを、そういう噂を聞いて、ええー、っともう大変だと思ったらもうその噂がどんどん広がっていって、蘇ったイエスに出会ったという人が多く起こったんですね。もうこの時にはね、もうこのエルサレムに何千人という人が、イエスこそあの約束されていた正しい方だっていうことを信じて、そして イエスを救い主として、キリストとして受け入れた人たちがもう何千人という規模で出ていたわけですね。さあ、その話を、このステパノが、この、大胆に言ったときね、人々はどう考えたでしょうか。もちろん、あの、信じてた人もいますよ。けれども、ここの結論はこんな感じです。はい、最後のポイントです。殉教者、ステパノの最後です。 このメッセージを聞いていたときに、これがね、またユダヤ人と言いますか、あの、過激と言いますかね。まあ多分皆さんがあの、同じメッセージを聞いてもね、うーん、みたいな感じで、あの、うーん、よう言うてるわ、みたいな感じでね。家に帰ってブツブツ言うくらぐらいかなと。でも彼は見てください。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え、え、える思いで、ステパノに向かって歯ぎしりしました。 そして人々は大声で叫んで耳を覆って一斉にステパノに向かって殺到しました。彼を街の外に追い出して石を投げつけたって書いてますけど、これ石投げの刑というか、要はね、彼を石で殺したんですよ。殺そうとしたんです。さあ、一番最初に、えー、このクリスチャンとして、このまあ、殉教したステパノというのは、 石でね、石打ちをされて、えー、まあ、亡くなったんですね。さあ、このステパノの、えー、この、どういう状況だったかということが、この後に書いてます。ステパノの最後です。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいた。主イエスよ。私の霊を、 お受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よこの罪を彼らに負わせないでくださいえ。こう言って彼らは眠りについた。と書いてますね。彼の最後というのは、ちょっとね、このイエス様の最後を彷彿させるような最後でしたね。えー、イエス様に対して、まあ、叫んだんです。祈ったんです。 そしてこの罪を彼らに負わさないでください。というふうに言ったんですね。多分ね、ステパノも以前はこのイエスに対して、えー、まあ、あのー、最初からね、イエスを救い主としては思っていなかったと思います。けれども、自分はこのイエスという方がどういう方であるかってことがはっきりわかりました。そして今彼らは変えられたんです。そしてそれがまだ気づかないユダヤの人たちに対して、 彼はですね、何とも言えない、この、まあ、同情と言いますかね、取りなしというか、なんとか彼らもこの、イエスの素晴らしさを、正しい方を知ってほしいという思いで、彼はメッセージをしていったんですね。ですから、めちゃくちゃ怒ってました。彼は、この、指摘しましたけどね。けれども、心の中はね、彼らに対する愛で溢れていたわけですね。さあ、こういうふうにして、 えー、まあ、第一号のね、この人が、えー、まあ、殉教していったわけですね。実はですね、こういう人たち、殉教師たちは、最初も言いましたように、もう数えきれないぐらいいたんですけども、皆さんは、あの、日本でね、こういう殉教者がいたっていうのを、あの、どうですかお気になったことありますかある人が言いますとね、あの、日本って、あの、 あらゆるどこの国よりもたくさんの人が、この殉教したんじゃないかというぐらい、えー、たくさんの人がね、このイエスを信じたために殺されたと。で、特にこれを、これを殺されていったのが、あの、ちょうどですね、このキリシタンの時代ね。キリシタンの時代、またこれ不思議ですけど、キリシタンの時代ですね、あまりにもたくさん、いわゆるキリシタンがたくさん、あの、増えて、 このまま10年ぐらいしたら、日本っていうのは、あの、クリスチャンの国になるんじゃないかなって、宣教師がレポートを送ってるぐらい、たくさんの人、あの戦国時代の、の終わり、戦国時代ね、時にあったんですね。ところが、豊臣秀吉から始まって、えー、この徳川家康からね、もとにかく徳川江戸時代、もうこのキリシタンっていうのは近況。ね、そしてもうその最初ごろにも、もう、恐ろしい迫害されましたね。 そこでね、もう数えきれない人が、まあ、亡くなっていったんですよ。もうこれ、あの、統計な、もう統計取れないぐらい。で、これがね、やっぱり大きな波でしたけども、えー、まあその後、明治に入って、たくさんの方が、えー、クリスチャーになりました。もう一遍、この明治政府はですね、やっぱり天皇神としてますので、えー、この国体に合わないということで、まあ、だんだん締め付けがね、 あの、厳しくなっていってえ、そして、やはり、この第二次世界大戦の頃は、えー、敵国の宗教だと、いうことでね、えー、まあ、非常に嫌がられましたね。迫害されました、えー。でですね、日本にもたくさんの宣教師の方が来られていたんですけども、実は、えー、外国から来た、いわゆる外国人の宣教師で、 えー、いわゆる亡くなった方っていうのはね、実は一人だけなんです。あの、その第二次世界大戦の時ね。で、たくさんの方来られたんですけども、全部、あの、母国に帰りました。または帰らされました。ね。まあ、活動を全くできませんからね。ということで、えー、たった一人だけね、あの、まあ、いわゆる殉教したんですけど、その亡くなった方というのは、 実はですね、私たちのようなこの、まあ私たちね、このキリスト集会とかね、まあそんな風に言うんですけども、私たちの似たような集まりの方だったんですね。北アイルランドから、えー、来られていた、まあ、宣教師で、えー、ヒューイットという方、この方だけが、この外国人宣教師で、この第二次世界大戦の時に、いわゆる殉教したという人なんですね。で、北アイルランドから二人の あの、まあ、他にも来てみましたけども、二人の宣教師の方が、えー、この1941年、えー、40年ですかね、えー、に、えー、この、逮捕されました。もうだんだんね、もう、この時にはもう日中戦争始まってましたから、そして、えー、昼間はね、活動できないように、えー、書に連行されて、そして、そこで、まあ、豚箱入れられてね、で、尋問されて、夜だけ、目に帰るのを許されたんです。 また朝になったら、また署に来ると。そういうふうに、しばらく続いて、何度も尋問されて、そして、あまりのね、あの、ひどい食物に、喉に通らなかったと。そのライトという方は、まあ、記してるんですけども、で、このライトさんは、このアメリカにですね、この帰る、あの、行く船があるということで、まあ、アイランドの方にはなかったんでしょうね。アメリカ経由で帰ろう、帰る予定だったんでしょう。アメリカに向けて船に乗って、 1941年ですね、この出港したんですけどね、船の途中でね、先ほど見たあの真珠湾攻撃、日本時間では12月の8日ですけども、この12月の8日にね、船の上で真珠湾攻撃が始まったということを聞いたんですね。で、アメリカ行きの船だから、もう急に敵国になったから、アメリカに行けなくなって、横浜の方に引き返して来たんですね。そして、えーまあ、結局のところ、そのライトさんは、 その翌年に北アランドに帰ることができました。このヒューイットさんは、えー、多分ね、自分で残ることを、まあ、希望したんだと思います。まあ、けれども、活動はできません。有名な菅鴨というところに、えー、牢獄がありましたね。あの、戦後、巣、え、鴨、ー、プリズンとね、有名ですよね。えー、この巣鴨というところに、えー、投獄されましたけれども、えー、さらにね、 まあ、ひどい、劣悪な環境のところに移送されまして、そして、そこでですね、非常に重い病に倒れたんですね。そのところでも彼は、この同じね、囚人として捉えられている人たちにですね、この福音を語っていたというふうに記録が残っています。で、彼は最終的にはそこで、まあ、あの病気のために亡くなったんですけれども、 えー、まあ、最後の最後までね、えー、このお見舞いに行った、えー、この宣教師の夫人たちに対してですね、えー、一言も文句を言うこともなく、えー、そして、えー、神様ね、おめでたいよというふうに言ってたというふうに言ってますね。えー、まあ、このねライト、ライト兄弟とヒューイット兄弟ですけども、まあ、このヒューイットさんのお持ち物の中に、 一つのトラックと、こういうね、ま、案内と言いますか、福音が書いてる、小さな雑誌というか、小冊子みたいなのがあって、ま、そこに、この手書きでね、メモが書いてあったそうです。もちろん英語ですよ。日本語で言うと、このエペソ人の手紙の五章の11節12節身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。というね。ま、多分彼がいつも心にして止めていた、 え、言葉じゃないかと思いますね。まあ、本当にこの、おー、まあ、家もないね、えー、取り扱いを受けて、え、そして、まあ、最終的には、えー、彼は、まあ、病の中でね。ですから、あの、いわゆるね、あの、拷問されたとかね、えー、それとか、こう、釣り木で、えー、ね、脅されたとか刺されたとか、そういう殉教じゃないんです。で、このライトさんが、えー、この戦後ですね、日本に戻ってきて、この、えー、同胞の、 え、同僚の、この、ヒュイットさんのね、まあ、最後についていろいろ、え、調べたそうですね。そしたら、いろいろ記録が出てきて、えー、まあ、こんなね、え、お医者さんの記録を見つけたというんですね。で、彼は、ま、統合失調症だと。ね。けれども、危険人物ではない。というふうに、そこに書いてあったというんですね。もちろんね、多分、統合失調症ではなかったと思いますよ。まあ、いわゆる、うまあ、精神的に病だというふうに見られて、 えー、その牢に入れられてましたけれども、えー、彼は決してそんなことなかったと思いますね。えー、けれども彼の言動を見たときに、これは尋常じゃないと思われたのかもしれません。まあ、最後の最後まで、えー、この福音をね、え、この牢の中でも明かしして、まあ、そして、ま、最後は、ま、命を、えー、この、まあ、失ったわけですけれども、まあ、これはね、もう本当に、え、ごくごく一部。え、そして、え、こういうふうになんとか、え、この日本のね、人たちのために、 え、福音を伝えたいという、え、この、宣教師の人たちも、たくさん、あの、いたんですけども、え、まあ、そのね、その後ですね、え、この、日本が敗戦して、そして、えー、GHQ にね、統治されて、あの、司令長官の、あの、マッカーサーはですね、え、この、とにかくね、日本の人たちに、え、なんとかね、民主主義を、この、伝えたいということで、 あの、民主主義っていうのをね、わざわざ伝えるために、まあ、いろんなところにね、このデ,デモンストレーション、いろいろ、講演会みたいなのをしたそうです。民主主義って何か。ね。一人一人が投票権持って、そして投票して、民意で、この政府を、この運営していくという、そういう民主主義とは何かということを、もう教えていかないといけない、と思ったんですね。でもね、有名な話、マッカーサーっていうのはそれだけじゃありません。 彼はですね、この日本に1000万冊の聖書を送れと言われました。1000万ですからね、人口比ってのはかなりですよね。それから、1万人のね、宣教師を日本に送れと言って、とにかく日本に、この日本のね、この精神的なものとか、霊的なものをですね、なんとか、この、こぶしたいという思いで、 まあ、聖書や宣教書を送るように、えー、まあ、頼んだとか、命令したというふうに言われているんですね。まあ、そして、まあ、戦後も、経ちましたけれども、今、私たちも、今ですね、えー、いろんな形で、福音を、まあ、聞いているわけです。まあ、今、日本で、この福音を聞いて、また福音を伝えて、まあ、殉教するような人は、まずいないと、まあ、思うんですけれども、まあ、けれども、私たちが、えー、この、伝えたい、この福音というのはね、 何にも変わってないんです。変わってないんです。え今日、ところどころお話し,しましたように、えこの手,手で、えー、作ったものに、えー、限定されるんじゃない、この世界には私を作られた神様がいらっしゃって、そしてこの神様が私たち一人一人のことを本当に心に留めて、私たちの弱さや苦しみや悲しみを見てらっしゃる方、聞いてくださっている方、そしてこの方がですね、私たちのために救い主を用意して、もうすでにその 救い主の働きは終わってる、完了してるんだ。そして今さ、今、皆さんですね、この救い主を本当に受け入れてくれるように、神様が願ってらっしゃる。というね、この福音が今でもあちこちで語られているんですね。ぜひですね、この、心ね、あの、カくなりね、あの、しないでね、うなじを固くしないでね、あの、わからないことはわからないっていいと思いますね。 けれども、神様が本当に招いてらっしゃるっていうことをより深くですね、知って、この福音を受け入れてくださることを心からお勧めして終わりたいと思います。はい、それでは最後にお祈りをしたいと思います。池誠の神様、このひと時を覚えて心から感謝します。2000年前のこのステパノの殉教の最後について、 えー、見ましたけれども、それ以降、多くの方々が、えー、この福音を語るが家えに、えー、ある人は命まで落としました。えー、けれども、多くの者のは、この、この命を捨てても惜しくはないと思うほど、この福音の価値を認めていた、また信じていた人たちでした。どうか、ここにいらっしゃる方々が、この福音の価値について、また、 意味についてより深く知っていくことができますように、そしてあなたが待ってらっしゃる、そのあなたのもとに立ち帰ることができるように、どうかあなたの助けを心からお願い申し上げます。この一時を心から感謝して、尊いイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。